わあ、ラスト楽しみ。はい、ラストはこれ。はい、じゃあ早速紹介していきます。はい、じゃあまず一つ目、なんかこれもなんかいっぱい入ってるんだけど、なんかはい、まずこれ、うわぁ、あぁ、これも欲しかった、探すのすでにいつだ。もうママの気持ちだとそんな趣味なんだって思うかもしれないけど、本当嬉しいんですよ。うん、匂いしないね。じゃあ触ります。これもなんか空気が抜けて高反発ですけど気持ちいいですね。かわいいでしょ。いや、かわいいでしょ。次どうぞ。はい、次2個目はこれだ。ババン。お、これはまたスマイルカンパニーですよね。あ、メルヘンベーカリーだって、これ。あら、これは先ほど紹介したやつですね。これは出します、プレゼント企画に出します。次はね、これだ。ババン。あら、全部袋の中にメロンパン入ってる。私メロンパン大好きですよ、本当に。食べるのも大好き。これは袋に入ってないバージョン、触り心地同じですね。はい、プレゼント企画に出します。次、じゃあこれ、あ、これはちょっと苦労して取ったふわふわメロンパンスクイーズ3個入り。これも同じ色レインボーゲットしたんで、これもプレゼント企画に出そうと思います。これ本当におすすめです。次が、あら、これも触ったことがあるよね。かぶったー、しかも同じやつ。どうしようか、プレゼント企画に出そう出そう、私とお揃いね。次はこれ。これも見たことある。一番最初にこれ可愛いって言ったやつ。これもプレゼント企画に出します。これほんと可愛い。次はこれ。お、これは先ほど紹介したやつだけど、顔がもしかしたら違うかもしれない。これ同じだった、同じだった、同じだよね、同じだ。プレゼント企画にじゃあ出しますから。次はこれ。待って、この触り心地もあるよ。でね、にゃー、チューチューアイス。しかも透明じゃん。透明は欲しい。透明っていうか白っぽいやつ。これを開けさせてください。ごめんなさい。で、これはちょっとすみません、開けさせていただきます。開けます。いや、透明っていうか白っぽいですね。これは開けない、透明なやつだな。あ、オッケー。はい、取り出したらこんな感じです。なんか白いのがついてる。なんだこれ。おいや、じゃあ触ります。あ、やっぱこの触り心地好き。なんか中にスライム入ってるのかな。なんかペタペタした感じなんですけど、すごい伸びるんですよ。ほら、やっぱ、あの、香り付きって書いてあるんですけど、香りがしてますね。何の匂いって言うんだろうね。はい、こんな感じでした。かわいい。次は、あれ？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 ねえ、すごくない？私。同じやつ2個目。ていうかさ、さっき出たじゃん。これ、プレゼント企画に出します。3人私とお揃いよ。え、待って、すごくない？これママとパパと私で持てるじゃん、3人だから。ほら、え、すごくない？今プレゼント企画いたします。え、すごくない？え、すごくない？次、これ、ででん。お、これもチュッパチャップスのスクイですね。先ほど黄色だったけど、これは水色ですね。これプレゼント企画いたします。次、あら、早くもラストになってきたかな。じゃあ、またなんか細長いやつ。せーの、あー、やった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 、やった。さっきのやつなんですけど、色違うやつ。しかも私の大好きなピン。あれ、やったやった。え、待って、本当嬉しいんだけど。
あれですね、名前が長い。プレミアムハッピーバースデーロールズスーパーロング。じゃあ開けます。これは私も大好きで、香りが好きだ。よくね、今これベッドで撮影してるんですよ、私って。で、そのベッドの下に私のこれ自分の部屋で、ね、撮ってるんですけど、自分の部屋の下に秘密基地をね、欲しいって作ったんですけど、その中にね、今スクイーズとかスライムとか入れてるんですけど、その中に入ってるこれ絶対毎日触ってる、ほとんど。学校からはい、ただいまランドセル置いて入って、はい、じゃあ取り出します。長いから取り出すの大変だ。かわいい、ユニコーンが書いてあってかわいいですね。いや、甘い香りがしました。触ります。低反発、やっぱ指の跡つくね。これも先ほど言った通りスマイルカンパニーさんのね、スクイーズですね。すごく気持ちいいです。こんな感じでした。パチマキ、濃いピンクとピンクの応援の人はい、こんな感じでした。はい、3つ目に入ってた商品が1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 10個入ってました。これ入ってるってすごくないですか、福袋に。すごく嬉しいです。はい、じゃあ机の上に全部スクイーズ出してみます。はい、じゃあ出しますね、せーの。はい、こんな感じで全部並べてみました。すごくない量、やばい、スクイーズに囲まれた。あ、これやってみたい。あー、もうスクイーズの天国だ、ここは特に、やっ、落っこちた。やっぱ特に嬉しかったのはやっぱりこれだよね。これ入ってたのが本当びっくりしました。はい、ということで今回はこちらのスクイーズの福袋を今回紹介しました。結構な量あって、すごく開けるのも楽しかったし、本当に欲しかったスクイーズとかもあったので良かったです。あ、ぜひ皆さんも見かけたらぜひやってみてください。プレゼント企画も楽しみにしててください。可愛いのもね、この中でいっぱいあったのでよかったです。それじゃあまたね、バイバーイ。にゃーチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter と Instagram と TikTok とあおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。